こんにちは、産婦人科医の高橋玲奈です。今日はですね、水天宮にやってきました。人形町通りにあるここですね、キックボクササイズスタジオシェイプラボ水天宮前店に来ました。ここでですね、私普段ボクシングをやってるんですけれども、ちょっと下半身も結構私しっかりしてるので、キックボクシング向いてるんじゃないかなって勝手に思ってるのでお邪魔したいと思います。それでは行ってみましょう。雑居ビルの中にありますね。じゃあ4階らしいんです。私はダイエット中なので階段を使っていこうと思います。着きました。ここですね、キックボクサーサイズシェイプラボ水天宮前店です。行きます。めっちゃ綺麗ですね。あ、こんにちは、どうも。シェイプラボ水天宮前店の中野トレーナーです。お願いします。ありがとうございます。ちょっとジムの中映させてもらってもいいですかね。こんな感じですね。すごい綺麗ですね。ちょっと許可を取って撮影いただいてます。女性のこういうブースもあって、すごい、なんかこういう体拭きシートもある、綺麗、椅子もありますし、綿棒とかゴムとかもありますね。女性としてはとても嬉しいです。サンドバッグもあったりとか、こういうダンベルとかですかね、あったり、あ、何ベルでしたっけ、あ、そうだそうだ、ケトルベルがあったりとか、すごく清潔で、あ、グローブもありますし、とっても綺麗です。じゃあ私着替えてきます。着替えてきました。こんな感じですね。今日はワクチン T シャツです。月曜ワクチンレナ高橋って書いてありますけど、 T シャツトリニティってところで取り扱ってます。まあ、HPV ワクチン打ちましょう、他のワクチンも打ちましょうっていう T シャツの宣伝です。今回のコロナは関係ないですけど、私の応援タオルです。じゃあこれからですね、実際に習っていこうと思います。あ、その前にバンテージ巻いていきます。バンテージを巻きました。なんですけど、ここはですね、実は無料で貸し出しがあるみたいです。タオルとか、あとはこの T シャツとかですね、下も完全にあの手ぶらみたいです。こういうバンテージもありますので、手ぶらでボクシングが可能ということです。しかもお水もいただけるということですね。じゃあまず準備運動をやっていきます。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ両足かかと上げて下ろします。はい、続いてはヒートトレーニングの、はい、で、ヒートトレーニングとドローンっていうのかもしれないですけど、はい、20秒頑張ります、はい、全力で頑張っていただいて、はい、10秒休憩をするっていうのを8回繰り返していただきます、はいはい、今日やるのは4種目を2回繰り返します、はいはい、4種目のご説明をいたします、はい、この曲げた膝と対極にある肘をくっつけるようにグッとねじってみます、はい、グッとねじる、はい、ねじる、ねじる、これを全力で、はい、はい、これが1つ、はい、片足浮かせて膝を前に出します、はい、浮かせてくださいね、これね、はい、でこの足と反対の足を入れ替えてください。はい。入れ替える。入れ替える。で、はい、これが2つ目です。はい。マッピーちゃん、はい、両手、これ必ずお尻を下に下ろして、はい、両手を地面につけてください。はい。で、両足を出して、はい、戻して、キャンプ。あ、ジャンプするんですね。しない方がいいですか？はい、します。はい。これが、はい、3つ目です。はい、最後は、もも上げです。もも上げですね。まあ、めっちゃ嫌いなやつですね。はい、入れます。はい、はい、ね、やりましょう。はい、はい、3、2、1、はい、スタート。はい、ちょっと吐きながら、でも大変です。肘を意識してください。肘を反対側に入れて、はい、10秒、そう、はい、3、2、1、 OK。次はマーティーです。はい。いきます。3、2、
大変なことになっています。皆さんも一緒にやりましたね。はい。